腰痛がひどくて、整形外科に4件行ったんですけど、4件中3件からその腰がヘルニアっていうふうに診断されていて、3ヶ月ぐらい経っても全然改善されなくて、朝洗顔する時とか前かがみになった時が5秒ぐらいで結構限界な状態で、すごく悩んでます。できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ、後屈してみてもらってもいいですか。まず前からいきましょうか。OK、OK です。前は意外と柔らかいですね。後ろ反ってみましょうか。ゆっくりでいいんで。ここが後ろ全然いけてないですね。反ったら痛いですか？そったらちょっと痛いです。なんか、かがむよりも反る時の方がめちゃくちゃ痛そうな。ちょっとそっちの方が痛いかもしれないです。動作では反った時の方が痛いけど、そのさっき言った洗顔とか前かがむような動作とかも長時間したらすぐに長痛時間は前く。の方が痛いです。ここら辺とか別に押されても何ともないですかね。はい、大丈夫です。ここはちょっと押されたら嫌な感じというか違和感とかありま違すか？和感あります。背中ね、少し丸めてもらってもいいですか？猫背の状態崩さずに、後ろにゆっくりと持たれてきていただいて、お腹の力を抜いて、ね、後ろに持たれましょう。だーっと。ゆっくりと持たれて。で、首の後ろ、ここで両手を組んでもらってもいいですか？で、脇を閉じた状態で、もう少し持たれましょうか。で、背中丸めて、お腹の力抜くような形。で、大きく息を吸って、はい、吐きながら背中を丸めていきましょう。肩の力だ。もう一回脇閉じて。はい。はい、OK。一回手を下ろしましょうか。もしね、先前に行きましょうか。で、左足を曲げといてもらって、右足伸ばしましょう。両手もらいますね。ちょっと軽く引っ張ります。肘曲げて、両肘曲げて楽に進んでください。ゆっくり倒していきますね。一度大きく息を吸って、はい、吐きましょう。で、今度逆向きでお願いします。右足曲げた状態で、お尻もう少し先前に行きましょうか。両手をもらいます。ちょっと引っ張りますよ。肘曲げた状態で楽にしておいてください。一度倒していきましょう。だらーっと大きく息を吸って、はい、吐きます。OK、上向きで寝ましょうか。仰向けで寝てもらって、足を伸ばします。ちょっと骨盤周りを押していきますね。できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をお願いします。無理せずにね、ゆっくりでいいんで。前屈いいですはい、か？前屈からいきましょう。あ、OK です、OK です。じゃあ手を添えて、今度後ろにゆっくり反ってみましょうか。痛くないです。あ、痛くないですか？よかったよかった。大丈夫そうですか？よかったよかった。リハビリとかしてもらってたにもかかわらず、全然良くならなかったのに、たった1回見ていただいただけで、結構腰周りこんなに変わるんやなっていうのを感じたので、ちょっと定期的に通いたいなっていうのは思いました。3年前か何かにストレッチをなんかしていただく機会があって、その多分後から結構なんか開脚した後に、左も硬さで痛いのもあるんですけど、それだけじゃなくて、なんかすごいなんか痛い、なんかずっと痛みが残る、翌日まで残るみたいな症結構状残がりますね。残ります。
こっちだけなんかすごい痛くて、特に肛門に回した時が痛いかな。なんか筋肉の硬さだけの痛みじゃない感じ。なんか難しい。もう、はい、今その状態でも出てくるっていう。痛いですね。ああ、OK です、OK です。なんとかしていきますね。はい。両手をもらいます。ちょっと引っ張りますよ。肘曲げて楽にしてください。はい、お腹の力抜いてだらーんと大きく息を吸って、はい、吐きましょう。今度は逆向きでお願いします、はい、お尻だけもう少し前に行きましょうか。もう手だけ、はい、OK です。右足を曲げてもらって、はい、両手もらいます、はい、ちょっと引っ張りますよ。肘曲げて楽にしておいてください。ゆっくり倒していきます。大きく息を吸って、はい、吐きます。で上向きで出ましょうか、はい、足伸ばしたまま楽にしておいてもらって、はい、ちょっと骨盤回りをしていきます、はい、一回座っていただいて、今開脚してみた感じはいかがですか？なんか全然開きやすくなってます、まず単純に、はい、痛みはどうですか今？痛みも多分大丈夫です。なんか多分立った時が、うんうん、あの戻った時に結構痛さが分かるんですけど、 あと足、右足こう、はい、外に開いた時、はい、いやそうなんです。ここがめっちゃ全然大丈夫です。その、うんうん、なんかすごい痛い感じがなくなりました。右足そうにねじっても痛み、はいはい、大丈夫。あ、よかったよかった。立った時痛みどうでしょうか、はい、今。あ、でも全然大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい。よかったよかった。すごい。立った時痛くなかったですか。痛くないです。全然大丈夫。あ、よかったよかった。すごい。ストレッチこれからできますね。はい。まずボキボキの度合いというか、結構ボキボキしてびっくりしたのと、その後のマッサージがすごい もちろん痛みもちょっとあるんですけど、気持ちよくてすごい楽になりました、体全体。よかったよかった、はい、今日は首が結構痛いっていうのがあって、作業してる時とかに首とか肩がちょっと重いなっていうのがあったんで、うんうん、お願いします。他はちょっと腰の真ん中あたりが結構上下の作業した時とかに痛むので、うんうん、はい、お願いします。逆回し見てもらって、はい、今動かした時は痛みが出るとか突っ張る感じとか、そういうのいかがでしょうか？あ、左がちょっと痛いかなって感じです。はい、 OK です、 OK です。じゃあ今度横向きになっていただいて、はい、でゆっくりいいので下向き上向きってやってみてもらってもいいですか？はい。この時は痛みとか突っ張る感じいかがでしょうか？ないです。あ、大丈夫ですか、はい、できる範囲でいいので、はい、前と後ろ、前屈と後ろ後屈をお願いします、はい、手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。 OK です、 OK です、はい、今痛みが出るとかそういうのは大丈夫ですかね？大丈夫です、はい、OK です。じゃあ今からね、全部見ていきますので、はい、横のベッドに移動お願いします、はい、ゆっくりと右向きます、はい、楽にしてだらーんと、で左に向きましょうか、はい、肩の力だらーん、一度座っていただいてもいいですか、はい、足を伸ばしたままお座りください、はい、胸を張っていただいて、後ろにもたれてきてもらってもいいですか、はい、で首の後ろ、ここで両手組んでください、はい、指と指をしっかりと結んでおいてもらって、はい、下向きましょうか。で脇を閉じた状態で、ここもう一度ね、胸を張ります、はい、でゆっくりもたれて、はい、顎を引いて、もう一度脇閉じて、はい、背中丸めましょうか、はい、ゆっくりともたれます。少し胸を張って、はい、で背中丸めましょう、はい、持たれます。肩の力ストン。もう一度背中丸めて、
大きく息を吸って、はい、吐いてる。はい、OK、手を下ろしましょうか。下向いた状態で楽にしておいてください。左足を曲げておいてもらって、両手もらいます。ちょっと引っ張りますよ。肘曲げて、足少し前に行きましょう。で、このままですね。お腹の力を抜いておいてもらって。大きく息を吸って、ゆっくり吐きましょう。で、今度逆向きでお願いします。右足を曲げておいてもらって、全体的にもうちょっとだけ前に行きましょうか。手両手もらいます、はい、肘曲げたままで楽にしておいてください。でですね、大きく息を吸ってゆっくり吐きましょう。上向きで寝ましょうか、はい、足伸ばしたままで、はい、骨盤周りを押していきます、はい。左手もありますね、はい、一旦腕の力だらーと楽にして、はい、手を後ろに回した状態で、はい、ゆっくりと後ろに持たれます。で、今度逆向きでお願いします、はい、握ってもらいます、はい、腕の力だらーんと楽にしておいてもらって、はい、じゃ手を後ろに回しましょうか、はい、肘曲げたままでゆっくり持たれます、はい、右手もあります、はい、楽にしてだなと、はい、やってもらいますね、はい、楽にしてだなと、首ぐるっと回してみてもらってもいいですか、はい、逆回してみてもらって、はい、今首は動かした感じいかがでしょうか、はい、結構楽になりました。軽いですね、なんか、うん、痛みはどうでしょう。痛みはないですね、最初に比べて。全然残ってない感じ。残ってないです、はい、よかったよかった、はい、じゃあ今度は横向きになっていただいて、はい、でね、また下向き、上向きってやってみましょうか。はい、下向く、上向くはいかがですか。まあ、最初も特に問題ないなと思ったんですけど、なんか結構軽くなったなっていうのが結構あります。はい、よかったよかった、はい。じゃあ今度ね、腰の動きも見たいんですが、はい、肩幅足開いていただいて、はい、できる範囲でいいので、はい、前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をお願いします。はい、自分たちで。じゃあ手を添えて後ろ反ってみましょうか、はい、今腰はいかがでしょうか。あ、楽ですね。よかったよかった、はい、1回の施術で結構変わるやなと思って感激してます。